阪神千里 ENA 楠本大使の各特号位を発表。背番号は55。阪神は24日 DeNA を自由契約となっていた楠本大使が野手29の獲得を合意したと発表した。背番号は55をつけることも合わせて発表された。楠本は大阪府出身、花咲徳栄、埼玉、3年次の選抜に出場し、東北福祉大を経て17年ドラフト8位で DeNA に入団。走攻守バランスの取れた右投げ左打ちの外野手で、1年目の18年には開幕1軍入り掴んだ。22年には右翼のレギュラーとしてチーム3年ぶりの A クラス入りとなる2位に貢献。22-23年とキャリア最多の94試合に出場していたが、24年の今季は18試合出場にとどまり、 DeNA を自由契約となっていた。楠本大使、1995年7月7日生まれ、大阪府出身。横浜、山内翔では松井裕樹、パドレスとチームメイト。花咲徳栄、3年春に甲子園出場。東北福祉大を経て17年ドラフト8位で DeNA 入り。センスと勝負強さを兼ね備えた打撃を誇る。プロ通算7年間で405試合に出場、753打数169安打、12本塁打、79打点、打率2割2分4厘、180センチ、85キロ、右投げ左打ち。来年からは相手先発投手が左でもレフトは前側がレギュラー基本戦でしょうが、外野の控えの左打者となると島田のみですので、事実上打てる左打者がいないので、10月早々に楠本も戦力外を見て意外と思ったのと、欲しい欲しい、タイガースが獲得するべきだろう、獲得しろとすぐに妄想だけはしていました。ベイスターズは現在佐野、桑原、梶原、筒香、海老名と外野手が揃っているので、なかなかチャンスがなかったので、他球団に移籍できてよかった。今まで横浜で頑張ってくれてありがとう。前に楠本のことをふと調べた時に、松井と同じ小学校で、しかも山内翔だったからめっちゃ地元やんと思って気にしていた選手の一人、その選手がひいきのチームに入ってくれたのは嬉しい。期待しています。阪神の左の代打陣はしょぼいので大いに期待しています。たまに打ってもほとんど外野前のシングルヒットだし、前進守備だとなかなかホームに帰れない。強打力のある楠本選手だと相手のバッテリーも警戒度が高くなるでしょうね。甲子園を本拠にして左打者が本塁打を打つのは困難だと思うが、力強い打撃で二塁打連発してほしいな。ちなみに阪神の背番号55は8日はミエセスで長距離打者用になりつつありました。打撃コーチ次第で大化けするかも。細川も小田コーチと出会って今やセリーグを代表する長距離砲に成長した。左の代打は糸原くらいなのでチャンスよね。楠本選手の獲得は補強と言えるほど好判断だと思います。ワンチャンの相化けの可能性も低くはないと思います。楠本選手、阪神で頑張って。確か引っ越し先の横浜で松井裕樹とクラスメートとなり、ベイスターズジュニア、ビトルシニアでチームメイトになる。出生地は大阪だけど在住は小学校に入る前までだし、出生地と出身地の違いがわからない人が多いよね。代打だけの出場だけでなく、来季は前川、野口、豊田、島田、小野寺、いつごの外野戦争に加わってほしい。糸原がチャンスに外野フライも打てない日弱な代打なんで、強力な代打として頑張ってほしいよね。一塁の練習もやってほしいよね。出場機会がなくていぶっていた選手が変わることはよくある。中日に行った板山もそう。心機一転頑張ってください。大阪出身で横浜、当時対応から阪神に移籍した左の外野手って、日本シリーズで満塁ホームランを打った長崎さんを思い起こさせるね。阪神右の外野は飽和気味なんだが、左の外野に関しては弱いからね。近本のワックワック的な左が島田だけで状態。代打の神様、楠本大使を目指してほしいし、あわよくばレギュラーダッシュも狙えればね。めでたい日に生まれたのだね。平成7年7月7日、パチンカーにはたまらないだろうな。阪神は良い獲得をしたわ。楠本頑張れよ。まだまだ才能爆発してないから、タイガースで爆発してください。横浜戦だけは打たないでね。鳴尾浜でつぼ、福島、DH で中川の出場機会を奪わなければいいよ。成績は期待するほどの実績もないし、どうでもいい。前川がスタメンで起用されると左の代打が手薄になるので良い補強ですね。ようこそタイガースへ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。